ウェルカム製作機 TV へようこそ。さあ本日はですね、実はこういったことが開催されてました。こちらどうぞ。さあマーサカップ、これですね、スペモン杯ということでですね、これ2回目になるんですね。もちろんボーズでした。見事にね、やらかしてしまいました。ということでですね、盛大に開催されましたマーサカップ、マーサ君、主催のマーサ君をはじめ、多くのね、参加者の方ありがとうございました。九州クリーク勢全員ね、1対1、一本のね、大きさ勝負っていうところでね、やったんですけどね、まさにもう惨敗中の惨敗をしてしまいました。ということでですね、今回ね、その対戦をやっぱりね、いろいろやってみてですね、思ったことはですね、スイムジグ、まあ全然関連性がないんですけど、この秋やっぱり巻物の釣りっていうのがね、今からね、よくなる、むしろね、今だよっていう感じなんですけど、これからね、さらにこのスイムジグでですね、このね、もっと晩春になってきてからですね、水温が低下していった中で、これから冬にかけてもね、もうスイムジグっていうのはね、超有効な攻め方になると思います。それの自分の今持ち得るアイテムでスーパーストロングに攻めたいというね、スイムジグをね、3つ、まあチャターベイトもあるんですけどね、まあスイムジグということでね、全部ひっくるめて今日はそれをね、大公開していこうと思います。それでは今日は、自分のスペモン流スーパーストロングスイムジグのチャターベイト、いってみましょう。レッツゴー。さあ自分の今持ってるアイテムで超ストロングスタイルのチャターベイトスイムジグの組み合わせはこの3つ、ガンクラフト馬力シャットにレイドジャパンマックスブレード、これはスピードの方ですね。そしてマックスブレードのスピードの方にジャッカルのデッドスロワルドのでかいやつ、そしてこのシャットテールは今日初お目見えになるのではないでしょうか。まだプロトの段階、これはレイサムのカグラというやつですね。それにゼロワンジグの、これはシリコンラバーの、これは7グラムですね。この3つの組み合わせをちょっと手を加えていきます。さあこの3つの組み合わせ、まずね、パワーがあるって言っても繊細に難しいフィールド、スレカラシフィールドではこれは抜群の組み合わせになるんじゃないのかっていうことで取り出してみました。これがレイサムから出ます、今後出るであろうカグラというシャットテール、本邦初公開にゼロワンジグの組み合わせ、これは7グラムで、どちらかというとね、ラバーはちょっと透明感のあるシリコンラバー、これをまずハサミを使って手を加えていく。何をするかというと、これカットしていきます。スイムジグはフッキングが命ということで、なんとガードを取ってしまいました。オーバールガード、これを取ってカグラと組み合わせていきます。どんな感じになるか、ウィードの上なんかをスムースにやるときにはこれがいいかもしれないですね。あとは流入とか流れの強いところ、余計なパーツがついてないんで非常に滑らかになると思います。このカグラ気になりますよね。どちらかというとね、タイトピッチローリングアクションがメインになるんじゃないかなと思います。それにゼロワンジグ、まあ OSP ではね、ウィードライダーっていうやつもあるんですけど、自分はね、ゼロワンジグが好きなんでこれにしました。これウィードのある場所では攻めていきたい。ちょうどウィードっぽいね、このスカートの色がベストマッチになるんじゃないかなと思います。次はガンクラフト馬力シャット。もうこのね、馬力シャットといったらね、俺の代名詞にもなりつつ、ごめんなさい勝手に言ってます、すいません。これ、ね、大好きでね、ほんとね、2年前からバシバシ釣らせてもらっている、久しぶりに見たんじゃないんでしょうか、自分の動画でね、その馬力シャットとレイドジャパンのマックスブレード、これちょっと加工しています。これスピードなんですけど、ちょっと曲げてます、ちょっとだけね、約ね、まあ、10度ぐらいかな、こうペンチで持ってキュッと曲げました。でこれなんでかっていうと、マックスブレード2タイプありまして、パワー、まあ、押しの強いパワー、水押しの強いパワーで、早く曲げるスピード、その中間あたりをつけるようにちょっと水の抵抗をつけて、よりねこう平行に、マックスブレードのパワーより速く、スピードよりゆっくりの中間速度が出せるんじゃないかと思って勝手にやってますけど、これ結構ねいいんですよ。それに、釣れてるバリチャットで、このままつけるとサイズ的にちょっとロングになるんで、この頭のポッチの先ちょっと手前までカットしていく。でこれでちょうどね、ベストな長さになったのではないでしょうか。ここでやっぱ固まってるとね、水の水流が余計に動いてしまうんでね、ちょっとカットして、これでよりナチュラルなんだけど水押しの強いブレードで、深すぎず浅すぎず、ちょうどいい秋のミドルレンジを攻められる、そんな感じのチャターベイトになったのではないでしょうか。良さそうだね。
さあこのバリシャットについているマックスブレード、これ従来ついているデフォルトのスナップの大きさなんですけど、このデッドスローラーにつけるマックスブレードのスナップワンサイズちょっと小さめにしてあります。でここの角度、先ほどのマックスブレードよりちょっときつめにしてある。これ狙いとしてはどうしたいかっていうと、デッドスローラーってやっぱ水面直下ないし表層もゆっくりと巻けるというのが代名詞なんですけど、これ角度をより強くつけることでより浮力を持たせた、水の抵抗を持たせた。でスナップが小さいがゆえに大きいとね、やっぱそれが重さになっちゃうし、さらにそれが抵抗になって大きいブレを生んでしまうんで、こう安定性がなくなるんじゃないかなって思って、ちょっと小さめでよりちょっとハイピッチ、小刻みになるような感じ、水の抵抗をやっぱり抑えるけど小さすぎると今度はタイトになりすぎちゃうっていうのがあるんで、ワンサイズ小さいやつにすることでよりデッドスローラーの組み合わせをすることで水面直下ないし、水面をゆっくりチャターでモヤモヤしながらもでかい存在感でスローに巻きたいというチャターベイトの組み合わせにしたいと思いました。これはねまだね試したことがない、あくまでも想像のチューニングにしてあります。それでは針を通していく。はい、できましたけど、これだと割とね、まあ確かに長くてねいいポイントになるんですけど、ちょっとこっちが丸びしちゃって本当にデカバスじゃない、例えば小さいバスがたまたま食ったとしたらフッキングしない可能性も出てくるかもしれないな。皆さんはこのフックポイントどう思います？やっぱこんだけ間延びしちゃってるから、でもまあこのねデッドスローラーやっぱり浮力が高いんで、こういう姿勢でね水面をねテールが蹴っていくんで、まあでもフックポイントここだけどいけると思うんだよね。特にバスってどこに噛みつくかっていうと、こう動いてる時に尻尾とかっていうのじゃなくて、こうヘッドアップって言って回り込んで頭からボーンっていくっていうバイトが多いんですよね。だから俺はこれでいけると思うんだよね。皆さんどう思いますかね。1個それかデッドスローラーのサイズを下げるか、これ大きい方なんですよ。それもありだね。小さい方だとねこのサイズになります。大きい方だとこのサイズ、長さ的に言うとこれだけの違いが生まれてしまうんですよね。まあだけど夢を見たいね、このでかいのに、このデッドスローラーとマックスブレードの組み合わせが多分俺は一番ちょっと夢が見れるルアーサイズになんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。皆さんだったらどんな組み合わせのスイムジグチャターベイトの組み合わせ、これがいいよっていうのがありましたね、コメント側からねコメントいただけたらなと思います。ということで明日からちょっと投げ込んでいきたいと思います。まだ想像で、ね、作ったんでね、この動きも確かめつつ動画にしていけたらなと思います。以上、今回は秋の巻物チャターベイト含むスイムジグのやばい組み合わせでした。